んな文を考えてみてください。この文は偽である。真でしょうか？そうならこの文は偽であることになります。しかし偽だと文は真だということです。文がその文自体に言及することで解決不能なパラドックスが生じています。真でもなく偽でもないなら何なのでしょう？この疑問は馬鹿げた思考実験に見えるかも。しかし20世紀の初めにオーストリアの論理学者クルト・ゲーデルが数学を本質的に変える発見をすることにつながりました。ゲーデルの発見は数学的証明の限界に関するものです。証明というのは数に関する命題が真であることを論理的に示すことであり、そのための基礎になるのは公理と呼ばれる数に関する疑いようのない命題です。数学における方法はすべて複雑な証明から基本的な算術まで公理から構築されています。そして数に関する命題が真であるなら数学者はそれを公理に基づいて証明できるはずなのです。古代ギリシャ以来数学者はこの方法を用い全くの確信を持って数学的主張の証明や否定をしてきました。しかしゲーデルの登場で見出された論理的パラドックスによりその確信が揺らぐことになります。当時著名な数学者たちが数学の無矛盾性を証明しようと取り組んでいましたが、ゲーデルはそれに疑問を持ち、数学がそもそもその問題の研究に適切な手段なのかを疑いました。言葉で自己言及的パラドックスを作るのは比較的容易ですが、数というのは自分自身について語るものではありません。数学的命題は単に真か偽かのいずれかです。しかしゲーデルは思いつきました。数学的な命題や方程式をコード化して数へと変換すれば、複雑な数学的なアイデアでも1個の数で表現できるようになります。そういう数を使った数学的命題はコード化された数学的命題について記述することになります。そのようにしてコード化により数学での自己言及が可能になります。この方法を使いゲーデルはこの命題は証明できないということを方程式として書くことができました。史上最初の自己言及的な数学的命題です。着想の元になった曖昧な文とは違い、数学的命題は真か偽かのいずれかです。ならどちらなのでしょう？偽であるならこの命題に証明が存在するということですが、証明が存在するなら命題は真であるということになります。この矛盾によりゲーデルの命題は偽ではありえず、この命題は証明できないというのは真だということになります。この結果は驚くべきもので、それを証明できないと主張する正しい数学的方程式を手にしたことになります。これがゲーデルの不完全性定理の核にあるものであり、全く新種の命題を数学にもたらすことになりました。ゲーデルの枠組みにおいても命題は真か偽かのいずれかですが、真である命題の中には与えられた公理形において証明可能なものと証明不能なものがあるということです。さらにゲーデルによれば、証明不能な命題はいかなる公理形にも存在するのです。つまり数学において完全な公理形を作ることは不可能ということで、証明できない真である命題が常に存在するのです。そういう証明不能な命題に対処しようと新たな公理を追加したとしても、それによってまた新たな証明不能な真である命題が生じることになります。公理をどれだけ追加したところで証明不能な真である命題はなくならず、どこまでもゲーデルからは逃れられません。この発見は数学の根本を揺るがし、数学的主張はすべていつかは証明ないしは否定ができるという夢を打ち砕くことになりました。数学者の多くがこの新たな現実を受け入れた一方で、白熱した議論を続ける者や、この数学の中心に見つかった穴を無視しようとする者もいましたが、有名な問題が証明不能であることが証明されるにつけ、自らのライフワークは完成できないのではと危惧する人も出てきました。でもゲーデルの定理は閉じたのと同じくらい多くの扉を開くことになり、証明不能な真である命題という知見は初期のコンピューターにおける重要なイノベーションにつながり、今日でも数学者の中には証明不能な命題の特定を研究テーマとしている人たちがいます。確信を少し失うことになったかもしれないが、ゲーデルのおかげであらゆる真理の探求の確信にある未知なるものを受け入れられるようになったのです。数学史に興味がありますか？この動画を見てどの数字が近視に値するほど危険とみなされたかを学びましょう。
あるいはこの動画でパスカルの三角形の秘密とパターンを掘り下げてください。